皆さん、こんにちは。ハロー。プロジェクトに所属していたアイドルグループ、カントリー娘。ですが、実はデビュー前に、事故で亡くなったメンバーがいたことをご存知でしょうか。今回はその事故についてやその他のメンバーについてご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。カントリー娘は、ハロー。プロジェクトに所属していたアイドルグループです。カン娘、カンムスの略称で親しまれ、モーニング娘。などと共にハロプロの一員として活動していました。カントリー娘は結成当時、北海道にある花畑牧場の田中義武さんがプロデュースを担当しており、田中義武さんが経営する花畑牧場で働きながら芸能活動という半農半芸がコンセプトでした。1999年4月、オーディションによりメンバーが集められ、7月にインディーズから2人の北海道でデビューを果たしています。2000年7月にはカントリー娘の初主演映画「カントリーガール北海道牧場物語」が公開され、映画の主題歌に起用された「恋が素敵な季節」もリリース。2001年4月には当時モーニング娘。の人気メンバーだった石川梨花さんをゲストに迎え、初めての「ハッピーバースデー」でメジャーデビューを果たしました。2002年1月2日に里田舞さんが加入し、2003年に活動拠点を北海道から東京に移します。そして半農半芸のコンセプトを止め、芸能活動を中心にすることになり、プロデュースも田中義武さんからつんく♂さんへと移りました。それ以降も年に一度のペースで花畑牧場でのイベントが開催されていましたが、2006年には軽井沢でイベントが開催され、花畑牧場のアイドルというイメージは薄くなっていきます。2007年にメンバーが卒業したことにより、カントリー娘は里田舞さん一人のみのユニットとなりましたが、里田舞さんがグループを守りたいという意思を持っていたため、カントリー娘は存続することに。ただ名前は残ったものの、ユニット活動は休止状態となりました。その後2014年に里田舞さんがスーパーバイザーに就任し、ベリー工房の嗣永桃子さんがプレイングマネージャーとして参加することに。さらにハロプロ研修生2名、モーニング娘。14黄金ゴールデンオーディションの合格者3名を加えた計6名で、新たにカントリーガールズとして再始動を果たしました。ここからは1999年に結成されてから2007年に里田舞さん一人のユニットになるまで、カントリー娘として活動したメンバーのプロフィールを紹介します。里田舞、生年月日1984年3月29日出身地北海道札幌市東区、血液型A 型、身長 161.5cm、 事務所アップフロントクリエイト。里田舞さんはバラエティ番組ヘキサゴン2への出演でおバカキャラとしてブレイクし、木下ゆーきなさんやスザンヌさんと共におバカタレントの代表格としてバラエティ番組で活躍しました。カントリー娘として活動する傍ら、パボ、アラジン、里田舞 with 相田兄弟としても活動していました。野球選手で MLB ニューヨークヤンキース投手の田中将大さんと結婚し、現在はニューヨークに在住しています。小林あずさ、生年月日1月30日、出身地東京都、血液型 AB 型、身長 156cm、 原宿でスカウトされて芸能事務所ジュネス企画に所属し、15歳の時にモデルとしてデビューした小林あずささん、ヤングジャンプ聖コレグランプリに出場して以降、少年誌や青年誌などを中心にグラビアアイドルとして活動しました。1999年にカントリー娘が結成され、初代リーダーを務めることになります。1999年7月に CD デビューを果たすものの、辛労を理由にデビュー翌月の8月にグループを脱退しました。輪廻、本名戸田輪廻、生年月日1981年2月6日出身地北海道札幌市、血液型 B 型。1999年に結成されたカントリー娘の初期メンバーであり、結成当時は本名の戸田輪廻で活動していた輪廻さん、デビュー直前にメンバーの一人が事故で急逝し、デビュー翌月に小林あずささんがグループを脱退したことで、デビュー翌月からカントリー娘は輪廻さん単独のソロユニットとなりました。花畑牧場で働きながらアイドルとしてファームショーなどを経験し、新メンバー加入まで一人で懸命にカントリー娘を守っていたメンバーです。2002年10月、
花畑牧場で開催されたファンクラブイベントを最後に、カントリー娘およびハロープロジェクトを卒業しました。あさみ、本名木村あさみ、生年月日1984年7月17日、出身地北海道苫小牧市、血液型 O 型。中学1年生の頃から花畑牧場で犬ぞりの訓練を始め、2000年2月にバラエティ番組アイドルを探せの犬ぞりレース企画に一般参加。2000年春、中学卒業と同時に花畑牧場の実習生となり、高校へは進学せずに花畑牧場の職員として正式採用されました。同年5月30日、追加メンバーとしてカントリー娘に加入し、花畑牧場の職員とアイドルという二足のわらじを履いて活動を始めます。2007年1月28日、横浜アリーナで開催されたハロープロジェクトの10周年記念コンサートを最後に、カントリー娘およびハロープロジェクトを卒業しました。ミューナ、本名斉藤ミューナ、生年月日1987年2月12日、出身地静岡県小笠郡菊川町、現菊川市、血液型 O 型、身長160センチメートル。2003年1月、モーニング娘第6期オーディションで国民投票第3位に選ばれるも落選。その後5月にカントリー娘の新メンバーとして加入しました。メンバーのあさみと同じく2007年1月28日に横浜アリーナで開催されたハロープロジェクトのコンサートを最後に、カントリー娘およびハロープロジェクトから卒業しました。ここまでに紹介したメンバーの他に、カントリー娘には実はもう一人メンバーがいます。柳原ひろみ、生年月日1979年10月19日、没年月日1999年7月16日、出身地千葉県。カントリー娘のオーディションを受ける以前からアップフロントに所属しており、ハロプロのメンバーであるモーニング娘や平家道代と共に仕事をしていた柳原ひろみさん、1999年にカントリー娘のメンバーに選ばれデビューが決定しましたが、デビュー直前の1999年7月16日に事故に遭って急逝しました。事故に遭ったのはレッスンに向かう途中に起こったようです。花畑牧場へ車で向かう途中、ハンドルの操縦ミスで車が右に蛇行、慌ててハンドルを切ったところ、車両が横転し車両から放り出されて車の下敷きになったという単独事故でした。救急車で帯広救急救命センターに運ばれてましたが、緊張性気胸による急性心不全で死亡が確認されました。花畑牧場の経営者である田中義武さんは、信じられません、デビューを目指してみんなで頑張っていたのに残念としか言いようがありませんとコメントしています。享年19歳、若すぎるアイドルの死はファンやメンバーの心に悲しみをもたらしました。デビュー直前の事故だったため、デビュー曲二人の北海道には参加しており、音源もジャケット写真もそのままリリースされています。初期メンバー3人での最初で最後の楽曲となりましたが、柳原ひろみさんがアイドルとして生きた証が残っています。ここからはカントリー娘を卒業していったメンバーたちの現在の様子をまとめました。里田舞さんの現在、2009年3月にハロプロを卒業しタレントとして活動していた里田舞さん、2012年1月26日当時プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルス所属の投手田中将大さんと結婚することを発表しました。2016年2月に第一子となる男児を出産し、現在はニューヨークヤンキースの投手として活躍している夫田中将大さんと子供の3人でニューヨークで暮らしています。ニューヨークの自宅は地域でもトップクラスの超高級マンションで、ビル・ゲイツやビヨンセなど世界的な有名人も住んでいるセレブマンションだそうです。現在は専業主婦として夫を支え、子育てに専念してセレブな生活を送っています。小林あずささんの現在、2013年9月にカントリー娘を卒業してからも音楽活動とモデルを中心に芸能活動を続けていた小林あずささん、卒業後にソロ歌手としてミニアルバムディスタンスをリリースしました。2014年6月には期間限定でアイドルユニットアイシングフェアのプロデュースを手掛けていたことも、2017年2月ラレーヌのギタリストまゆさんに楽曲提供を受け、ミニアルバムブルー光と闇の中でをリリース、順調に芸能活動を行っていましたが、
2018年1月28日のワンマンライブをもって芸能活動を一時休止しました。リンネさんの現在、2002年にカントリー娘を卒業したリンネさん、卒業理由は当時カントリー娘のプロデューサーだった田中義武さんが、モーニング娘。の後藤真希さんが卒業したことに影響されて、リンネさんをソロデビューさせる計画だったと言われています。しかし卒業後は目立った活動はなく、表舞台に立つ機会は舞台草原の人への出演程度でした。2011年10月に札幌子供ミュージカル育成会の北海道功労賞受賞感謝の集いにカントリー娘の OG として出席しています。現在は沖縄県の石垣島で父親が経営する民宿を手伝っていることが伝えられ、一般人として生活していることが判明しました。あさみさんの現在、2007年1月28日のコンサートを最後にカントリー娘およびハロープロジェクトを卒業したあさみさん、当時は卒業後の活動について、動物関係の仕事に就くため頑張りたいと語っていましたが、現在は地元苫小牧市のケアセンターで介護福祉士として働いているようです。2009年8月29日にメロン記念日のライブツアー2009凱旋の札幌公演にゲスト出演し、カントリー娘の楽曲を歌いました。ミューナの現在、あさみさんと同じく2007年1月28日のコンサートを最後にカントリー娘およびハロープロジェクトを卒業したミューナさんは、卒業後は芸能界から離れていました。しかし2014年10月に歌って踊って度胸する8人組をコンセプトに掲げる現役2層のアイドルグループアマゾネスを結成し、初代リーダーとして芸能活動に復帰しました。2015年にはモデルエージェンシープレステージに所属し、広告モデルとして活動を開始します。現在は芸能活動の傍らコラムニストとして活動していたり、セラピストサロンを経営するなど幅広く活動しています。いかがでしたでしょうか。今回はカントリー娘のメンバーと個人の活動、現在についてご紹介しました。それぞれが別の道に進んだカントリー娘ですが、全員が幸せな生活を送っていることを祈るばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。